NB プレスオンラインをご覧の皆さん、映画猿楽町で会いましょうでダブル主演を務めた金子大地です。石川るかです。僕が演じた役は小山田修司という役なんですが、カメラマンを目指していて、自分が何を撮りたいのかも分かってないような、なんて言うんだろうな、ちょっと純粋でまっすぐで、男としてまだまだ未完成な役柄です。はい、はい、私は田中由佳役を演じました。由佳はつかみどころがなくて、でも私は純粋でまっすぐではないかもしれないですけど、東京っていう街ですごい一生懸命に生きている、で夢を目指して、一生懸命に生きている女の子だと思います。でも皆さんが見て感じた由佳が由佳だと思うので、はい、本当に見る人によって感想が違う映画だと思うので、見た本当にリアルな感想をどんどん、SNS でも何でもいいんで、友達にでもいろいろ広めてもらえたら嬉しいです。本当に僕はすごく好きな映画です。私も好きな映画です。はい、そうですね、はい、2年前ぐらいに撮ったんですけど、ちゃんとありのままの私たちが多分描かれていると思うので、はい、楽しみにしててください。最後に、映画猿楽町で会いましょうは6月4日から渋谷ホワイトシネクイーンとシネリーブル池袋ほか全国順次公開です。皆さんぜひ見に来てください。見に来てください。